逃げるんだ。勝てるわけがない。さあ、諦めんなよ。諦めんなよ、お前。どうしてそこでやめるんだ、そこで。さあ、気にすんなよ。くよくよすんなよ。大丈夫。どうにかなるって。頑張れ頑張れ、勝てる勝てる、絶対勝てる、頑張れ絶対勝てるって、やれる気持ちの問題だ。頑張れ、そこなそこな、諦めんな、絶対頑張れ、積極的にポジティブに頑張れ頑張れ、ゲスだって頑張ってるんだから。よし、頑張ってみるか。ジョジョの奇妙な冒険第3部パート17ラバーズパート2、ててーん、ザラー、イエー、どこ当てみ、ピシくそー、ぐーうわあ、じじ、じいさんが吹っ飛んだ。君たち、人の話はしっかり聞くべきですよ。てめえ、何をさ、私のスタンドラバーズはジョースターの体内に侵入している。そして、私へのダメージは何倍にもなってジョースターの体に跳ね返る。ジョースターの体に跳ね返るのだ。原理はよくわかりませんがね。さらにラバーズはディオ様の肉の目を持って、ラバーズはディオ様の肉の目を持って体内に侵入しています。エンヤバーさんと同じようにグロテスクな最後を迎えていただきます。グラッ、やめろ長太郎。ザッ、あのじいさんが死のうと俺には関係ない。グラッ、落ち着け長太郎。おっと、いいのかな。実のところエンヤバーさんにとどめを刺したか自信がない。もしかして生きてるかも。かもかも。今医者に見てもらえば助かるかもしれないな。プルプル、プルプル。飲んどる場合か。行くぞ。ビーボー、ビーボー、ビーボー。科教員ポルナレフ、お前たちもどっか行きなさい。なんでだよ。ほら、スタンドのルールがあるでしょ。私のスタンドとて例外ではない。射程距離外に出ればラーバーズはじいさんの体内からいなくなるかもしれません。100メートルだったか10キロだったか覚えてませんがね。言われなくても下からさっさだぜじいさん。うおー、一人だとバランスが悪いぜ。科教員左脇を頼む。ああ、ジョータロー、これを。プス、ハイエロファントエメラルド、ラバーズは僕たちが何とかする。スタンドの解除を確認できたら、そのエメラルドに合図を送るよ。ああ、ジジイを頼んだぜ。ズドド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 。ラバーズは相手の体内に潜り込めば、その射程 100km を超すといいな。どんなに離れようが無駄だ。へへ。おい、俺はてめえに話しかけてるんだぜ、このタコ。おめえ、だんだん品が悪くなってきたな。なんだその口の聞き方は。先輩にはチーズか薄だろうが。いいか、いいか、いいか。よし、てめえは今からカバジだ。返事は薄。わかったな。やれやれ。耳クソ詰まってんじゃねえのかてめえ。ドヤ。おーのー。お、じいさん気がついたか。実はカクカクシカシカで。なるほどの。どうやらわしは寄生型スタンドに愛されとるらしい。ジョースターさん、電気屋に着きました。よーし、ピシ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 。おい、何が映るんだ。まあ見とれ。ピシ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 。ててーん、これはわしのマインドマップじゃ。これからお前さんたちにはちょうどほれ、ここにおるラバーズを退治に行ってもらう。退治っつったってどうするんだよ。スタンドをちっちゃくするんだよ。怒るなよ。できんのかよ。できるよ。怒んなよ。今のはお前さんが悪い。チクショー。それでは足の体内にレッツゴー。シュ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 ン。その頃ジョータロー、その頃ジョータローは、先輩にいじられていた。その頃ジョータロー、ああそうだ、うん、そうだ、おい、そこの小僧、金をやるから殴ってくれ。バキー、おめえ何してる。俺は定期的に子供に殴ってほしくなるんだ。俺も殴っていいか。お前はダメだ。おっと、カバジー、そこに堀があるな。お前橋になれよ。うす、ててーん、キッキッ。おお、丈夫な橋だ。ナイスブリッジ、マッスルブリッジ。へへへ、さしずめ筋肉の橋。カバジー、マックでスマイル注文してこい。うす、スマイルください。ニコ。カバジー、ジュエリーショップで万引きしてこい。うす、カバジー、キャッチボールするぞ。うす、パス。カバジー、オイル塗ってくれ。うす、塗り塗り。カバジー、メルアド交換しようぜ。うす、メルメル。カバジー、俺たちって友達かな。ないだろ。バキーン、パサン。なんだこいつの胸ポポポケット、こいつの胸ポケットから怪しげな手帳見てみよう。パサン、デデーン。そこには恐ろしい文字の羅列が。ギャー。一方ジョースターたち、マギー、ドギャーン。やったー。なんとか倒したぜ。
よくやった二人とも、ものすごいアクションの連続で手に汗握る戦闘じゃったわ。それじゃ、早速、ハイエルファントコール！シーン！ピカピカ！ん？これは？デデーン！いやー！そこには、血まみれのダンが、いた。ダンが血まみれということは、つまりそういうことなのだ。なるほど。カキョイン、あとは任されたぜ。ザ！おい先輩、さっき俺の手帳を見ただろ。今おめえが抱えてるツケの数々だ。きっちりきっかり支払ってもらおうぜ。バイトー、こいつを殺せー。くださいな。おお、お姉さんだにー、ありがとうやす。俺もくれ。俺ももらうぜ。あ、じゃあ俺も、わい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 。ありがとうやす、ありがとうやす。ざわ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 。バイトー、何をしてる、ふざけるなー。金か、クソだろ。つけ、つけ、払うよ。ギオから、戦闘の前金をもらってる。それをやる。さ、このジュエリーもやるよ。俺が汗水垂らして集めたコレクションだ。みんな持ってけ。命だけは、俺みたいなイケメンが死んだら、人類の大損失。おら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 。強力なチームワークにより、ラバーズを倒したジョータロー一行。そのチームワークは見習いたいところだな。昔の部活動を思い出すチームワークだったぜ。よっしゃ、次回が待っているぞ、ジョータロー。ジョータローは、なんで俺の相手はこんなうざいやつばっかりなんだろうと考えて、なんだかやれやれな感じなんだ。よかったな、ちゃんちゃん。